高橋真也の令和水戸黄門ラジオ漫遊記。この番組は現代の水戸黄門様をお招きして、これからの社会のさまざまな問題についてラジオで漫遊していただきます。高橋真也の令和水戸黄門ラジオ漫遊記。この番組は一般社団法人水戸黄門愛好会の提供でお送りいたします。今日の水戸黄門様は岡山大学学長、学校法人修実学園理事長を務められ、現在は中国学園大学、中国短期大学学長でいらっしゃいます千葉恭三先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。どうも、高橋真也です。今日はですね、本当長いお付き合いで、私が学者の中でしたら一番、先生は俺は学者ちゃうでっておっしゃってますけれども本当の意味での学者だと私は思うんですけれども、はい、千葉先生なんですけれども、はい、一番ね、驚くのはですね、考え方がワイドですね。ワイドあの、ね、学者の人っていうのは割と狭いんですよ。あ、なるほど。専門のっていう発想から来るんで、千葉先生はね、人間はこうあるべきやっていうね、はい、だから学校の教育もこうあるべきやっていう信念がすごくありましてね、はい、せやから自分の信念でないことに、相手が極端に言い方したら役人でも自分の意見をはっきり言うと、そういうね、その部分っていうのはずっと見てきた時に、果たして千葉先生のような教育者っていうのは本当に日本にどのぐらいいるんかなって、で今、お年言うたら本人嫌がるかもしれませんが、若めいるけれども実は81なんです。81歳でやるんです。びっくりするでしょ。高橋さんより歩くのお早かったですよ。そうです、昔からね。最近ね、ちょっとね、やっぱりね、はい、足痛いねとかおっしゃってる。昔はもっとね、はい、もう本当に全てにおいて切れ味がシャープでした、ね、そういう面では、だからそういう面では私は今回、今春の季節でね、入学とか就職とかいろんなことも含めて、ちょっと学長の立場、また教育者の立場でいろいろ聞きたいなと思って、今日来ていただいたんですけれども、先生ね、一つちょっと私が最近思うことは、ヨーロッパ、例えばアメリカに合わせて9月入学やないとあかんとかやってますわね、これ先生どう思われます？9月入学は東大が一時、やろうかという話になりましたね。僕は9月入学はやったらいいと思うんです。でもやれないやろうと思ったんです。なるほど。やるためには日本全体がもう意識変えないとやれないだろうと。なるほど。でね、いろんな社会制度がみんな4月でやってるでしょ。そうですね。で大学だけずらして、それちゃんとアダプトできるかという話があります、もうちょっと心配してるのはアメリカとかヨーロッパは9月で全部合わせてますよね、あの時に日本も9月にすれば留学生がいっぱい来て、日本人も留学しやすいという話だったんですよね、あれね、ダメですよ。とにかくね、日本の大学ってそのいつ始めるか終わるかじゃなくて、やってる教育の、中身が国際的じゃないんですよ。なるほど、なるほど。例えばアメリカなんか行くと、もうアメリカ中のちょっと有名な大学はね、全部講義科目にコードがついてるんですよ。なるほど、なるほど。例えば経済系でいいのなんぼとか、でそれはどこで取ろうが、ハーバードでやろうがね、コロンビアでやろうが、共通資格になるんですよ。なるほど。日本の大学で一つもないんです。はい。日本だけでもね、まして国際的には誰も何もない。そんなところ学生行きませんよ。なるほど。絶対行きませんよね。なるほど。でそれとやっぱり学生を受け入れる
例えば住環境なんか、うん、寮もできてないね、家賃はむちゃくちゃ高いアパートしかない、うん、そんなところにね来ませんよ、うん、だからあれはもうあの小池さんもなんか言ってましたけどね、うん、それはことなんですね。それやろうと思うともう全てを変えないと、うん、教育だけ取り出しちゃったって無理ですよね。そろそうですよね、はい、ただあの一つだけ9月入学で魅力的なのはね、あの3月に試験受かりますやん、はい、で9月まで半年間ね、うん、余裕期間ができるわけですね、はいはいはい、でそれを僕は使うべきやと言ってるんですよ。3月にも決めといて、なるほど、で絶対大学入るまでどっか行ってこいと、なるほど、うん、ボランティアでも何でもして、うん、なるほど、その証明持ってこいと、なるほど、でそれを条件にして9月に入学させると、なるほど、で大学入る前に社会を経験させるという、なるほど、こういうことをねやったら日本はガラッと変わりますよ。あ、そりゃそうですね、うん、イギリスはやってるんですけどね、なるほど、それをやる、だから9月入学もしメリットがあるとすればそこやと思いますね、うん、なるほどね、うん、それはね、あの日本を全部変えますから、なるほどね、ぜひこれは検討すべきやと。そりゃそうですね、はい、で大学出てから社会経験で今インターンシップとかありますけどね、あんなの遅いって言って、うん、確かにそうですね、絶対ね経験する。でインターンシップでもね、うん、1週間とかね、うん、短いね、日本ってもうそういうのが短いですよね、形式的にやってるだけですよね、うん、だからあのワンダーフォーグルってありますよ、はいはい、あの、うん、ね、ドイツのね、ドイツであった、はいはいはい、あれかって、あの職人のあの頃のヨーロッパってあのみんな職業集団なんですね、はいはい、で職業集団で親からのところで資格を取っても、うん、そのままあの誰も雇ってくれない、うん、だから2年とか3年武者修行するわけですね、うん、それがワンダーフォーゲルなんですね、うん、でそうして実地経験を積んで社会に馴染んでいくという、だから社会のその馴染むということと学校の教育というのをねセットですよ、なんかね、そりゃそうでしたね、うん、確かにそうですね、バラバラにあってね、そうですね、うん、あかんと思うんですね。やっぱり例えばドイツでしたら、例えばそのギルドにしたってハンザスにしたってね、そうです、そういう面では社会全体がちゃんと働く人のための制度っていうのは過去からいっぱい持ってますから、す、ね、だからやっぱり社会システムは、僕はもっと言うからね、大学もギルドやと思ったんです、はいはいはい、大学も実はあれギルドやと、はいはい、パンとかね、はいはい、いつも職人だけがギルドになって、はいはい、大学もね、あの頃の大学行くやつってみんなの大地主 の、 あの息子ドラ息子ですよそれが街出てきててね悪さするからで捕まえて学校の中に入れて、うん、でそうすると社会からはね、教師 の、 あ の、 その学生もね白い目で見られてるわけですよ。うん、で自分たちのアイデンティティで作らなあかんから、うん、あれギルドにしたんですよ。結局そういうことですよね。大学はもうギルドから始まったと思って、結局そうですね本当そうですよね、うん、だからそういう面では私は日本の教育っていうのはその、まあ、憲法もそうですけれどもね、うん、ヨーロッパの憲法ってこういろいろ見ていったらその国が成り立ちから生まれてきて発生してきたものを積み重ねて憲法にするんですよ、うん、で日本はもう明治の時からヨーロッパのそれこそ今でいうドイツですね、はい、その部分を真似て参考にして作ってきたものなんですね、うん、だから日本っていう昔のその地域の良さから積み上げてきた憲法ではないところがいっぱいあって、うん、まあ今でも憲法改正いう問題はその辺から起きてくるんですけどね、今やっぱり今の憲法も基本的には確かにあの読みでいたちょっと なんか文章的にちょっとあれやなって、それはもう英訳している分だけですから、それは僕はやっぱり教育っていうものの根本がね、日本もやっぱり制度自体もう一度立ち返って、うん、なんかヨーロッパに合わせたらアメリカに合わせたらっていう、もうそうです先生、これ便利主義ですね。そうですそうです、もう教育自体も何でも行政でもですね、ものすごく特にね教育っていうものは国の根幹ですから、うん、それ今先生おっしゃったみたいに、それやったらシステムごと全部いろんなとこ変えてこそ、うん、一つの教育だけ便宜的にこうやなんかのおかしいやないかと、私は本当そこ思うんですよ、うん、国の根幹って教育なんですよ、うん、その教育が悪いけれどもね、教育によって間違った崇拝生まれるわけでしょ、うん、誰が考えてもなんかこの国おかしいな言ったって、その万歳万歳言うとるわけですから、はい、だからそういう面では教育ほどね大事で怖いもんないんですよ、うん、教育がそうですけれどもね、今
大変その日本全体のその研究開発にしたってその技術的なものとかですね、もちろんそれ以外のものも含めて劣化してきてますよね。劣化してます。この劣化を先生でしたらどういうふうな形で、うん、あのね、さっきの教育もそうですけど、あのほとんどのね、あのことにあのものを見るときに2つの見方あると思うんですよ。一つはね、それを構造で見るか機能で見るかなんです。なるほど。で教育なんかは全く機能なんですよね。うん、それを日本は教育制度という構造にしてしまうんですね。なるほど。で構造で見てしまうと、もうそれに閉じ込めない感じじゃないですか。教育って本来何のためにするねという、それで機能の話ですよね。うん、でそれを忘れてしまって、で形のだけで、あの幼稚園から小、ね、大学まで作って、で文部省がそれに口いっぱい挟んで、そういう構造ばっかり作ってるんですよね。でもこれね、あの明治時代からこんなこと、要するに鹿鳴館なんですよ。なるほどなるほど。鹿鳴館がその一番大きな例で、で近代化するために何が必要かと言ったらね、その日本の国の機構機能を変えるやつのように形を作ったんですね。でそれが未だに残ってると僕思うんですよ。なるほど。で残ってもいいんだけど、一番残ったらいかん領域は教育なんです。うん、教育とはまさに人を作るために、世の中、その人を通じて世の中を作るためにやることでしょ。機能そのものなんですよね。なるほど。それを制度で先に作って、そこに合わそうとして、で官僚が口を挟んで、そういうことになると全然進歩しないんですよね。だからあの評価も受けない。だからあの機能が、あのそれこそ機能してないと評価を受け付けないんですね。なるほど。こう構造的にやってるからええやんかという話なわけで、違うんです。やってる内容がね、意味があるのか正しいのかとか、そういう評価を伴わなあかんじゃないですか。で機能でやってたら評価できるわけですね。なるほど。でも構造でやったら、じゃあちゃんと積み上げてやってるからええやんかと言ったら、もうそういうしまいないですね。なるほどね。進歩はないんですね。そりゃそうですね。うん、だからそこに教育は絶対にそれはやめんといかんと思います。うん、確かにあの私もあの思いますのは、システムとか構造が決まったら前例主義になるんですね。そうです。そうです。そこから新しいものを生み出すっていう作業っていうのは生まれなくなりますね。ますね。いや去年こうでしたよって、一昨年もこうでしたよって、うん、何の関係やねん。人類が進化して新しい方向に向かってんのに、一番大事な行政であったり教育であったり全てが前例主義になりやすい、うん、ということは前例主義になんでなってしまうかっていうのは、それ今先生おっしゃったみたいに構造の中にしか機能しないようになった社会っていうのは、それは前例主義ですよね。だから構造と機能の話を別の言葉で言えばね、あの目的と手段なんです、はい、目的は何か、これ機能ですよね。こんなことが足らんからこんなことやろうとかね、機能の話で、目的が、で構造というのはそれを達成するための手段ですよね。でそれが手段が目的化してるわけですね。でそれで組織を守ろうとかね、で組織だけやっとけばね、何も本当はできてへんだけど、まあ、できたつもりになるでしょう。これねやっぱりね、あの同じこと言ってるんですよ。構造と機能というのは目的手段のが反転してるんですよね、うん、これはやめないと社会進歩しませんよ。そうですね、うん、というのは日本の社会の政治自体もう完全そうですもんね。そうですね。なんやねんそれって本当にね、もう嘆きますね。今回でもね、いつも言うようにコロナでね生活できない、うん、仕事がなくなって食べれない人がいっぱい増えてる、うん、そういうの平気でね、野党もどの政党も含めてボーナスいりませんって言うた政党ないですよ、うん、僕らの給料今みたいな時に同じように儲けてんの失礼やから、うん、僕らの税金、我々の給料って税金からいただいてるから特例で3分の1にしましょうやって、うんうん、国会議員誰か言うてくれました。うん、国民がこれだけ苦労して、でひどいやつになると私国会答弁聞いてて、ね、もうこの国あかんわ思ったらね、うん、政府の聞きたいと、どういうことやねんと、
店、ね、はい、時短して、時短して、はい、保証金少ないやないかとかってガーガー言ってるわけですよ、うん、私に言わしたらね、今倒産の一番多いのは実は製造メーカーなんです。うんうん、何でか知ってます？製造ですか？製造メーカー、国が製造止め言うてし言うてへんから、創業時短制って言うてへんから、うん、ああ言われてないですね。補助金もらえません、うん、もらえない。お店はもらえません。もらえてます。それはお店によっては1日2万しか儲かねえ、ちっちゃなおばさんがやってんお店、はい、6万もらえるんですよ。そうなんですよね。私店閉めてる方が儲かりますねって、うん、私らの新藤さんとの知り合いの、嫁さんやってる店、そうですよね。店あるよりはるかに儲かんねえ、スタッフがいないお店はね、うん、コロナバブルって言うてます、うん、そうですね、逆にね、うん、だからそれね、逆に言うたらね、うん、国民もね、うん、みんなお店が困ってるもんで、それ冷静に考えていただいて、例えば食品素材を作って学校給食に出してるお店が最初に倒れていくんです、はい、というのは学校を休業してるから、休業って閉めてるから、まあ、閉めてる学校もありますね。ほんなら、はい、そこに納入してる製造業者どうなります、例えば揚げ作ってるお店とかかまぼこ作ってるお店があったり、はい、その弱小から潰れてますよ。で3番目ぐらいは思いますよ、その飲食店ですか。そう、それ運んでる流通の部分がね、潰れて、あと一番かわいそうなそのお店じゃなくて、その、そこの従業員ですよね。そうそうそう、結局ね、みんなそこで外されて、給料ないわけですよ、ね、大学生もね、アルバイトがないですから、そうやって考えたらね、国会議員で誰かがね、僕らの給料今ね多すぎるから3分の1にしようやとか、例えばこのコロナが収まってみんながね普通に暮らせねえようになるまでねボーナスをゼロにしようやとかね、誰おりました？いませんね。そんな手が野党もね与党もね、もう無所属の連中もね口を貝のように閉ざしてね平気でもうとるわけですよ。もうね、私はねあんたら恥ずかしないって本当に言いたい、それ国会議員からね恨まれるかもしれません、なんやあいつってだからそういう面では本当に、だから学者の中で先生みたいにズバリ言うね、人がねほとんどいないから、私先生大好きな昔からね本当に、だから疲れたらね岡山行って先生と喋るの。今ちょっとエネルギッシュですね。そう、我が女今ね、あのただちょっと前おった時ね、腰が痛いと言うとはったんでね、そうですね、で新藤さんに頼んでね、水戸黄門で使ってたね、杖をね、あの お上げしたんですよね。里見さんが持たれてたんですか？いやいや、あのいろんなです、ま、あれね、あのいただいた時に、あの岡山から新幹線持ってたんですよ、ね、そうだね、みんなこう昼間見てよねまさに黄門様みたいなですね。僕ね、そのなんていうか、ある種ね、学者の校門さんってね、千葉先生みたいな人、だからね、あの学長の時でもね、やっぱりね、あの統率力が厳しいから中にはね、やっぱり反感する人、それとやっぱり理解する人って、僕ね正論ってねそういう風になってくるんですよ。でだから全部がね賛成っていうのはね、案外間違いで、反対する意見と賛成する意見とあって、そこをちゃんとね、それ今の政治って全くな変な方にいってる、先生その先ほどの話ですけど、教育の予算も減ってきてますね。だからね、教育のそのものがねもう目的失ってるんですよ。もうとにかく形だけやったらええというのかね。なるほど。さっき の, その国会議員の給料の話もね、まだあのくどいようですけど、やっぱり構造と機能の話なんですよ。で本当にこんだけみんな困っててね、自分らがそういうのをあのやる立場にある国会議員やったらね、まず自分の金を減らしてね、そうですよ、それを何かに回すとかね、機能の話ですよね。でそれやけど、私国会議員やからね、どういう構造の中で金だけもらえますやってるわけでしょ。教育もそうなんですよね。何のために教育するのか、どんな人間作ってどんな国をあの彼らに任すのかということをやってないですよね。もうとにかく小学校から入れてやって、そればっかりで、
で一番あの振り回されてるのは、ね、現場の先生なんですよ。なるほどね。その要するにもう構造で全部やられて、で過労で倒れてたりするわけですね。あんなことしてたら誰も良くないし、国もだんだん廃れていきますよね。そこが一番根本のところを、何が大事なのかというのはね、でそれこそやるのは国会議員でやってもらわないと、彼らに託してるわけですからね、それをそっちにのけて反対の反対してるわけでしょ。やっぱり あれですか、国会議員 の, 議会の時に寝てる人誰みんな一人ずつタイムストップウォッチ持って、あの、ね、寝た分全部給料が引くとかね。そうですよね。あんなふざけた職場ないですよ ね, ないですよね本当に。ふざけた職場本当そう。本当に あんな、ね、民間団のことやったらね、即刻クビですね。いや平気でやってますよ、あの、はい、ひどいのやかなんか変なもん、あのスマホ触ったりね、何しとんねんこいつらと思って。例えば企業で社員の会議の時に、はい、人に書いてもうた、はい、ね、原稿読んでるね、はい、社員おったらクビですよ。ただほとんどの国会議員ね、あれね、役人に書いてもうとるでしょ、うん、そうですよね、うん、ほんでいざなってなんかトラブル起きた今回でも役人はクビにするわけですよ、うん、大臣で一体誰がクビになってます、うん、ほんで平気でこういう、いや我々は国民に選ばれてます、うん、おい待てよ、国民に選ばれてんねやったら税金を無駄遣いすんなよと、うん、お前間違えた責任取って自分から議員辞めと、うん、そうその裁判になってる警察に引っ張られた、うん、ね、政治家でもドタマまでやめませんよ。そうですよね、ちょっと国会にも出んと頑張りますよね、そこで。ほんで給料泥棒してるわけでしょ、月給泥棒丸出しで、そんなもん逆に言うたらおかしいですよ。あの人がね、やっぱりあの守られてるわけですよね、国の行く末を彼らに託してるから、うん、でそのあんまり制限したらあかんと、うん、そういうことを言うたら託してるわけですね。だから彼らはそれを受けて、うん、自分らはねそういうことを国民の負託を受けてるんやという意識がないんです、うん、そしたらなんかしないですよね、うん、でそのくせに権利だけというか、わしらは手をつけられんというのだけ残ってるんです。そうです、それはちょっとねおかしいですね。おかしい先生、もう一回ね若返ってね、先生国会に行ってね言うてくださいな。迫力あると思いますよ。ちょっと若返りの薬を先に。そう、ほんま、いやそれ若返りの薬できたら、はい、国会議員は我々が先なんですよ。県知事のお話が、ね、そうそうそう、私終わりだったと。その千葉先生みたいな方が学識と経験、はい、僕ね、うん、学識と経験よりね、もっと千葉先生の素晴らしさはね、はい、心が自分のちゃんとした正しいものを堂々と押し通せる力って、うん、それがね僕はねやっぱり先生に本当はね政治家になっていただけたらよかったなと、まあ今日はね、何も政治家になるために来ていただいたんではないんで。そうですね、はい、あの来週は入学シーズンですから、そう来週はもう一度さ聞いて先生の教育に対する話って分かりやすいでしょ。そうですね、うん、すごくね、来週分はもっと面白いと思いますので、はい、期待していただけたら、あ、ぜひ来週も明快にお願いできればと思います。今週のお相手は高橋真也と新藤森信と寺澤奈の子と千葉教堂でした。高橋真也の令和水戸黄門ラジオ漫遊記。この番組は一般社団法人水戸黄門愛好会の提供でお送りいたしました。